2023年9月末、アメリカ国防総省の国防契約管理局、GAO-F-35 ライトニング II 戦闘機の品質問題に関する報告書を公開した。おそらく、サウスカロライナ州で、9月17日に、米海兵隊の戦闘機 F-35B ライトニング2が墜落したことが大きく影響しているのだろう。今回は、F-35 戦闘機が使えるのかどうか詳しく見ていきましょう。2024年度に、新田原基地への配備が決まっているが、ステルス戦闘機の運用ってかなり厄介なですね。今回の報告書の中で、最大の懸念材料となったのは、F-35 のメンテナンスに関することであり、このままの状態を続けると、同機の即応性に悪影響を及ぼす。そもそも、2023年3月の時点で、米軍における F-35 の稼働率は約 55% となっていて、計画目標を大きく下回っていた。その原因の一つとして、ステルス機のため、デリケートな部分が多い F-35 を、軍内で安易に整備、修理できず、先端技術を扱う業者に依存していることが多いためである。そうした問題を改善するために、米軍は、同機の修理ができる軍施設の建設を進めているが、それも遅れているようだ。また、現在、F-35 の修理担当業者からの技術移管に関しても、まだ具体的な計画はまとまっていない。それと維持管理コストの増大も懸念材料となっていて、米軍は今後数十年間で約1兆7000億ドル、約260兆円を費やし、2500機近い F-35 を購入するらしいが、その資金の大半は同機の維持管理費となる予定だ。国防総省は軍の施設内に整備ができる設備を増やすことにより、その際にかかるコストの削減にもつながると見積もっている。さらに、2023年は F-35 に関する別の課題もあり、年内に納入予定だった同機の 62% に当たる97機しか供給できないことが明らかとなったのだ。この件に関しては、2023年生産分の機体から導入された新ソフトウェア TR-3 のトラブルが原因とされている。TR-3 には、機体の演算能力やコックピットディスプレイの変更が含まれていたが、新しいシステムに改良する必要性が出てきて、ついに国防総省は6月13日に TR-3 を搭載した F-35 の納入を一時停止すると、製造元のロッキード・マーチンに通達した。ロッキード・マーチンは年内での解決を目指していたが、結局のところ TR-3 の納入は2024年まで延期されることになり、2024年4月から6月の間に、最初の納入を開始する方針に切り替えた。ステルス性能を持つ第5世代戦闘機は、基本的にコストが高く、埋め込まれたソフトウェアは、多くの兵器がアップデートしなければならないので、維持費も上がっていくばかりだ。これは、F-35 だけではなく、ほとんどの戦闘機や攻撃ヘリはバージョンアップするとか高額請求される。これが第6世代になると、別の部分も、コスト高の要因になるだろうし、逆に言えば、それでしのいでいる企業もいるのではないだろうか。防衛産業は、民間と違って大量生産ができないので、コストが高いのが当然だが、結局は、サブスクの宿アメリカに払い続けなければいけないというのは、腑に落ちない。しかも、ステルスの塗料は強度が低く、頻繁に塗装をやり直す必要があると書かれていた文献を読んだことがある。そのような理由もあって、アメリカでも稼働率が低いと予想される。本来ならステルス塗装が剥がれて外見が悪くなったとしても、稼働率を下げる必要のない仕様であるべきだが、それができないというのは問題のある機体であると言っていいでしょう。ステルス機は機体形状とシリコン化合物含有の塗料で、レーダー反射面積、通称 RCS の低減を行うわけだが、塗料の性能は、使用されるレーダーの波長に対して重要となる。F-35 のコスト増に関することで言えば、やはり、エンジン周りと電子系のアップデートの話が多く、さらに、航空機の機動性に影響する航力と揚力は、機体周辺の空気流の制御と、
大きな関係があり、TRCS デザインは、その部分の最適化とバッティングしやすい。その問題の解決方法の一つとして挙げられるのが推力であり、推力重量比に余裕があればあるほど失速性能を向上させやすくすることが可能だ。アメリカの第5世代機は 4.5 世代機と比べて信じられない大推力のエンジンを搭載しているが、その反面 F3 後の弱点もその部分に起因しており、エンジン周りの熱処理等の最適化の困難さがエンジンの対応時間やメンテまでの期間が予定より減少することにつながり、メンテリソースや交換コストの増大につながっている。要するに、塗料そのものではなく、機体表面に追加処理を行っていて、それの耐候性が低かったのが原因と言われていたが、その方法は F3 後から採用されていないので関係ありません。実際に600飛行時間相当の環境で、ノーメンテナンス状態を想定して、機体表面に大きな傷を36箇所以上つけた F3 後のフルスケールモデルで RCS を計測する実証テストを行ったが、傷をつける前と比べて RCS の悪化は見られなかった。エンジンに関しては、新世代のアダプティブエンジンに換装するという話もあったが、1B、C 型に適用できるか疑問視されていたこと、2新世代機用技術の流用であるため、米軍以外への供給は困難なこと、3、莫大なコストがかかってコスパが悪すぎるという3点を理由に、F3 後での採用は中止に至った。結局は、アメリカの航空用エンジンメーカーであるプラット&ホイットニーが開発した戦闘機用ジェットエンジン F135 の改め設計版で要求性能を満たす見通しが立っており、かつ、既存エンジンにも部品交換で適用できるほか、海外整備拠点で対応できる内容であるため、国防総省の方針は改め設計となった。すでに予備設計が進んでおり、2024年から詳細設計の工程に入るらしいが、おそらくコンピューターによる操縦補助がなければ、まともに飛ぶことはできないでしょう。それがステレスもどきと称される韓国の国産戦闘機 KF-21 が飛べたこと自体がすごいということである。F3 後は確かにコスト高であるが、革新的なステルス機能を持ち、いろんな機体の後継となる多様性であるので、仕方ないのではないかという意見もある。実際に、アメリカのイーグルやスーパーホーネットの性能向上も限界に近いし、多種化空母のフォード級も、新技術多数でコストアップで叩かれていたので、ブレイクスルーにつきまとう問題だと捉えるのが普通だろう。空自の次世代戦闘機や、イギリスとイタリアのテンペスト計画の形も拝んでいないのだから、仮に将来 F3 後を凌駕する性能だとしても、現時点でお金を出して買える戦闘機としては、一番良い機種なのだ。そこまで必要性を感じないと判断するのであれば、F15 や F16 という選択肢もあるが、F キャスもドイツが離脱するとのニュースも出ていたし、だからといって、一国で最新鋭戦闘機を開発するには高度化、高価格化となってしまい、国際共同開発以外の選択肢を選べないのも事実であるため、空自の次世代が成功することを祈るばかりだ。これまで、航空自衛隊では、戦闘機に搭載する武装、特に、ミサイルの国産化を重点的に進めてきた。空対空ミサイルの場合、現用のものだけでも90式空対空誘導弾 AAM3、99式空対空誘導弾 AAM4、04式空対空誘導弾 AAM5 といった短中射程の空対空ミサイルを国産装備品として開発している。また、対艦ミサイルにおいては、日本初の国産対艦ミサイルであるは、10式空対艦誘導弾 ASM1 をはじめとして、F2 戦闘機が運用する93式空対艦誘導弾 ASM2 を実用化しており、現在では、さらに高性能な ASM3 改めなどを開発中である。しかし、アメリカ製の F3 後には、日本の国産開発武装が適用しないという問題もあり、航空自衛隊にとっては初めてとなる装備品も多く、その点が、従来の F15J、イーグルや F2 といった海外戦闘機と比べて、国産の武器が少ない原因の一つにもなっている。